21歳の川崎春香が2022年10月、マスターズ GC レディース以来1年9ヶ月ぶりにツアー3勝目を挙げた。最終日は一度も首位を譲ることなく単独トップを守り切り、通算18アンダーで逃げ切った。2勝目からクラブセッティングは大きく変えておらず、1W は2020年に発売されたテーラーメイドのシムグローレを継続しよう。 シャフトも男子プロの大崎正史が愛用するオーダーメイドシャフト、イミドサンズ、イミドサンズのプロトタイプを使い続ける。良いのがあったら変えようとは思うけど、あれに勝るものがまだない。信頼を置いていて手放しにくいと絶賛する一本。3番と6番、ともにパー5、で計測された4日間のティショットの平均飛距離は 251.75OID だった。 一方でパターはブレード型からマレット型のオデッセイ、I1 ミルド6 t に変更。昨年11月、エリエールレディスから投入している。前仕様モデルが距離感がまちまちで、全然入らなかったことが変えるきっかけといい、握り方もクロスハンドに変えた。2勝目以降はボールを打つことが怖くなった時期もあったというが優勝した時のセッティングは変えずにやろうと心に決めていたという。 不審の原因は自分にあると捉え、用具は変えず、スイングだけに着目した、という取り組みがようやく実を結んだ。最終日のクラブセッティング、ドライバー、テイラーメイドシムグローレ、10.5度、シャフトイミド,ンドサンズブリック、ゴルフプライドフェアウェイウッド、テイラーメイドシムグローレ、3番15度、7番21度、ユーティリティ、ダンロップスリクソン ZXMK2 ハイブリッド、 5番25度、6番28度、アイアン、ミズノミズノプロ719、6番 PW、ウェッジ、キャロウェイジョーズロー、48、52、58度、パター、オデッセイアイワンミルド60ボール、ブリジストンツアー BX。